大阪府立寝屋川高等学校は大阪府寝屋川市にある公立の高等学校。前身は大正中期1921年に設置された府立9番目の高等女学校だが、源流は明治末期、門真村など学校組合による創立。全日制家庭と定時制家庭を設置している。1909年12月、7町村の組合による 高等女学校として創立。1921年に9番目の不立校場となり、太平洋戦争後の学生改革により、1948年申請の高等学校となった。略称は、ネ谷高。1970年内佐官だった、地元集中の進路指導にこうして、大阪府立市場縄手高等学校と共に受験する中学生が多かったとされる。 全日制家庭では卒業生の多くが大学進学を希望しており、元府教育長の中西麻里によると、国公立大学への進学者では、大阪教育大学への進学者が一番多い。大阪国際大学短期大学部と高大連携の教育も行っている。通常の授業や部活動のほか、多様な体験学習活動に注力。国際交流、人権学習。 読書活動の3点について、大阪国際大学の留学生を学園祭に招き交流したり、米国研修や中華民国の姉妹校、新興芸術高級中学を拠点に台湾研修を実施。障害者、労働者、ホームレス、ハンセン病回復者、国際社会の人権問題のうち2つを選び、調査した上で、当事者、支援者から話を聞いたり、 全 HR 教室に、図書100冊ずつ備え、読書感想文コンクール、1000ページ読書マラソンを、実施したりしている。同じ寝屋川市内の大阪府立、西寝屋川高等学校や、大阪府立北川千里木が丘高等学校と参考で、寝屋川市府立、高等学校国際交流連絡協議会を結成。姉妹都市のカナダオークビル市の姉妹校を訪れ、 トロント市のナイアガラの滝など観光する短期研修も行っている。定時制過程では2010年度に作家の教唱中が出前授業を行っている。1910年、組合立河北高等女学校が開校した。翌1911年に軍立に移管されたが、軍政の廃止に伴い不立に再び移管。豊野村大和座信への移転に合わせ、1920年、 大阪府河北高等女学校に改唱。翌1921年、大阪府に移管され、大阪府立河北高等女学校に、再び改唱された。なお、開校時から、落語野崎参りで有名な野崎観音参拝を、野崎幸太として読んだ、昭和歌壇の重鎮で歌人の今中楓家でけが、1937年に、教頭を辞職するまで赴任していた影響から、 短歌の指導に力が入れられ、投稿を会場として、短歌大会も開催された。1931年に開催された大阪府下女子学生短歌大会では、秩父の宮妃が退陣している。校歌は、教頭も務めた歌人の今中楓えでけによる、作詞、高木和夫による作曲で、新善、美を歌う、太平洋戦争末期1945年3月。 大阪陸軍造兵将が本校に疎開し、旧本作り校舎、公道、宇天体操場、東館、理科館、鉄筋本館開花等使用に充当されたことがあった。現行舎の多くは、半世紀以上前の昭和40年代の建築で、旧体新基準の既存不適格で、震度6強の揺れで、倒壊の恐れがある。このため2009年から改修を行った。 ありがとうございます。